はい、じゃあ RFID は高いだけでなんかあ,のあまり使い出がないのかっていう話になるわけですけどあのちょっとさっきから図書館の話ばっかりしてるんですけど図書館だとと多分使い出がありますとでこれは理由は、えー、僕は大学の図書館ずっとあの働いていて学生の時にね、えー、っと初夏書夏点検とか初夏整理ってあるんですよで本当にあの本が全部あるかっていうのをあの ちょっとこの小さい端末機とあのバーコードを読むやつを困難してあのほんまにもうそれこそあのえっとなん,んですかハシであの書庫を登ってピッ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 てやらないといけないんですよそれはすごい大変でえなんですか RFID をつけたら読み取りコストが劇的に下がりますという話ですえ例えばそういうことをやってる図書館がありますと浜松とか。 高崎ですで浜松市立図書館だと200万冊に無線 IC タグを貼り付けているという話ですね。でこれがですね多分これは非常にうまいことをやったと思うんですね。どういうことかっていうとあのー、えっと次、えー、来年度から 図書館の本に全部アレファイリつけますって言うとだいたい反対になるんですよ。でコストはどうすんねんとかっていう話になるわけですよ。でここは非常にうまいことやったのはどういうことかというと、あの平成の大合併で浜松市とか浜北市とかえっとあとなんだっけ三日日とかなんかえっとなんかあのあたりちょっと結構奥深いところあるんですけど全部一緒になったんですよ。で 図書館が一緒になるということはどういうことかっていうとどういうことが起きるかっていうとこれはあのもう容易に分かることは浜松の図書館と浜北市の図書館の本を借りてきましたたまたま見たら ID が一緒でしたっていうことあるわけですそりゃそうですよだって図書館によって市によってこう不満のルールが違うわけですから。多多分分たたまたまいやでも普通は多分 まあ将来のこと考えて浜松市ナンバーとかつけるのかもしれないんですけど何が言いたいかというとこれは ID を一元化しないといけないというのがあって ID を一元化するのは非常に大変なのでまあじゃあそれやったら IC タグにしましょう RFID にしましょうかということになったんだと思いますねは。いはいで2億7千万円とかかかるわけですけどえ非常にえやったという話ですね。で次です。 まあ、高崎の図書館も同じですね。これちょっとね、僕関西の人間なんでちょっと聞いておきたいんですけど、高崎市っていう市の存在を知ってる人ってどれぐらいいるんですかね。ちょっと正直に手を挙げてください。高崎市っていうの聞いたことありますか？ある。でもある人だ関東の人ですよね。ね、そうですね。関西の人は高崎っていうのはどこですかと思ってますよね。うん、そうそんなもんなんですよ。 僕はあの群馬県に住んだことあるのでわかるんですけど、えっと関西の人は高崎市っていうのは知らないんですけどこ、僕こはあの群馬県のまあ中心中心といったら怒られるんですけど、交通の中心のとし中心です。はい。まあいいです。あの高崎市の図書館、高崎市の図書館もあの非常に大規模のシステムを入れていて、このえたち非常に面白くてですね、あのだいたいねあの地方の県っていうのはあの。 ローカルな、なんかこう、喧嘩がすごい多いんですよ。群馬県の場合は高崎と前橋がやり合ってるんですよ。大体。で、どういうことかで、僕前橋に住んでたんですけど。あのー、選挙のたびに、なんか、あの、僕の住んでた関西の裏側が、なんか。神社が、なんか、こう、選挙。 演説会場になるんですけど何て言ってるかというと高崎ではこうやったから前橋はこうしないといけないかとかそういうローカルなあの争いばっかりやってるんですよね、えっと。仙台に住んでた時は、まあ、仙台が、まあ、もうすごい圧倒的だったんであんまりなかったんですけど例えば青森県とか行くと八戸と弘前と青森がやり合ってるんですよ。そういうことばっかりやってるん,んですよねこのなんかこう地方の県ってね。はい、まあそれははいいいです、はい まあ、京都の場合はどうかというと、もう京都市が圧倒的なんで、ちょっとねっていうことですよね。あので、もっとあの深刻なのが、まあ、京都もそうですね。神奈川県もそうですね。あの、神奈川県だと、あの、横浜市が圧倒的で。横浜市長と神奈川県知事がどっちが強いんですかっていうのが、あるわけですよね。京都も同じです。えー、京都市長と京都府。知事、やとまあ、多分、どっこいどっこいなのかもしれないですよね。 はい、まあいいでですす、えー、何の話をしてたんですかね、はい、商品には RFID つけてトレーシングできるだろうとで、まあ、このあたり製造所 ID とかこれ流通 i これは簡単ですとじゃあ消費者に ID をつけるのどうするんですかっていう話ですね、はい、まあ後から出てくるのけど決してあのね僕らの皮膚にこうなんか RFID 埋め込むわけにはいかないですよねじゃあどうするんですかっていう話です、はいえーまあ、あの別にこのありも そうですねさっきも言ったんですけどあのものに対する ID、えー、とジャンコードとかっていうのは売り上げが何ぼとかものが何個売れたっていうそういう目的のためにつけてますと、はい、でも RFID は商品のトレーシングのためにつけてますとで同じ ID って言っても目的が違うと実装も違うし、えー、やり方も違うんですよね、はい、なので ID 一口にに言,言ってもこう非常に奥が深いいわけですね、はいはい、すねいませんでですね何が言いたいかというと CRM の話になるわけですけど CRM 顧客情報管理の話になるとこれは後から話しますけど別にえこの消費者が誰の何さんであるっていう名前はいらないんですよね。と、はい、いう話をしていこうと思います。